いや全然良かったっすけどね。いいんだけどさ、ちょっと雑いね。どう？いや、悪くないじゃないですか。悪くないと思う、本当に。いや、あれで悪くないって言ったら悪くないですけど、でも俺らの目指してるところは何かっていうことですね。いやいや、何目指してんすか。え、余興。いや、余興っすよね。最高の余興。いや、最高でしたよ、今の。いや、ぶどう、まあ、そういう難しい話じゃなくてさ、なんつうんだろうね、ちょっと見てて、なんかちょっと変だよ、合ってんだけど、別に動き合ってんだ、動きは合ってんだ、合ってんだけど、ちょっと雑だから、なんかちょっとね、なんか、見ててちょっとムカついちゃったんだよね、俺ちょっと。あんなもんじゃないですか。何でワクテクされてんだ。だって別にみんな丁寧にやるやついないじゃないですか。手が抜いてねえよ、みんなで。一生懸命やってる結果じゃん。まあね、そう言われちゃそうなんだけどさ。だけど、なんかちょっと違う違和感感じたわけ、俺は。具体的にどうですか？具体的。なんか具体的なこと一個も言ってないじゃん。そうだね。じゃあ、具体的にやるよ。てってて、てっ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 て。ほら、こういうやつ。何？この、ねえじゃん、こんなふうに。気にはないかもしれないけど、それで別に。あれが別に邪魔してると思ってないけど。いや、邪魔だよ。え、邪魔じゃないっす。俺らこういう上下するとき結構当たるもんね。で、ちょっと笑っちゃおう。まあ、別にいいんだけどさ、いいんだけど、ごめん。別にこんなこと言いたいわけじゃないんだけど、いや、それもそれはね、いいんだけど、そっからちょっとなんかね、それを中心にちょっと一つずつずれてるような気がしちゃって、ちょっと怖いだけ、俺は。あれはあれでいいパフォーマンスだと思うんだけど。それパフォーマンスです。うん。だから別にお前のことを責めてるわけじゃなくて、責めてるじゃん。責めてねえ。責めてます。責めてねえよ。いや、それでかい声出してるのが責めてる。あれ、勝負大人がやってるし、ね、笑ってるし、真剣じゃないじゃん。いや、俺もなんか、なんて言ってるか分かんないんだよね。だけど、このなんかの違和感は伝えたいわけ。別に言いたくねえ、言いたくねえもんな。流して終わりでも別にいいし、ね、言わなきゃいいだろ。あ？言わなきゃいいじゃないんですか？いいかもしれない。んだよな、その。おい。なんすか？ガツヒゲこれ。ガツヒゲ？ガツヒゲ？やろうな、お前。言ってえだろ、お前。俺も言ってえよ、ほら。俺だって言ってえよ、俺。俺だって言ってえよ、これ。めっちゃ痛いよ、これ。めっちゃ痛いっすよ、これ。あっ痛いよ、お前。何してんの？何してたんだね、俺。先輩だと思ってねえよ、これ。先輩だと思ってねえよ、思ってねえのかよ。思ってねえよ。お友達だよ。お友達だろ、俺。だろな。友達だよ。大親友だ。ああ、バカ。バカ野郎。ちょっと待って待って。これ何この。